こんにちは、ナフ太郎です。 X ショットクールストライカーツインリボルバーを紹介します。はい、こちらね、トイザラスで新発売のやつですね。おなじみの、はい、おなじみの箱の裏はこんな感じです。内容物ですが、本体が1つ、弾が12発、この2点ですね。はい、リフレックスリボルバーが弾がね、2つ余分についてきて、ターゲットも3つついてくるのと比べると、ちょっとね、なんだろうな、ちょっと寂しいような気もするんですけれども、いや、このね、本体のかっこよさ、めちゃくちゃかっこいいですよね。リボルバーが2つついてきて、ここね、個人的にこのハンドガードがついてるのがすごくね、かっこよくておすすめですね。まあ、ナーフでいうところのフリップヒューリー的な位置づけだと思うんですけれどもね、まあ、見た目がそのままなんで、まあまあって感じなんですけども、いや、かっこいいですよね。このシリンダーというかリボルバーが、このなんだろうな、水色というかクリアーな色がすごくかっこいいと思います。遊び方なんですけれども、こちらのね、シリンダーというかリボルバーの解除ボタン、レバーがありますので、こちらをね、こう引くんですよね。こう引くと、ほら、このようにリボルバーが、ロックが解除されて出てきますので、こちらにね、弾を、付属の弾を込めていくという感じで、12発シリンダー、リボルバーが1つ6発入りますんでね、相談数は12発ってことで、弾ね、余分についてませんので、こうなくさないように注意したいですね。こんな感じで全部入れたら、はい、こう手でね、回して押し込むと固定されますので、そしたらね、こちらのコッキングレバー、まあ、コッキングの部分をね、引いて、で打つと、おお、なんだ、リフレックスリボルバーよりはちょっとね、コッキング重いような気もしないでもないんですけども、気持ちね、いや、でも打ちやすくて威力はめちゃくちゃ高いですね。いやー、強い。で、上のリボルバーシリンダーの、弾を打ち尽くしたら、こっちね、下のリボルバーに変えたいところなんですけども、こちらのね、ロックを解除するレバーをこう引くと、はい、こんな感じでね、さっきと同じように出てきますので、で、まあ、手で変えるのが普通なんですけれども、これね、ツイッターでね、ポポさんっていう人が教えてくれたんですけれども、手首のね、こうひねり具合で、こうわざわざもう片方の手使わなくてもシリンダーチェンジできるよって教えていただいたんで、ちょっとね、やってみたいと思います。こちらをね、引いて、おお、できましたね。ちょっと見て、これこう解除したら、こうか、できた、すごいすごい。こうで、マスターしましたよ。すごっ。これで打つんでしょ？これトリガー引きながら打てないんかな？あれ？打てる？なんか打てるけどしょぼいっすね。なんだ？どういうこと？
あー全然違うわ。いやこれスラムファイヤーっぽいことはできるんですけれども、連続発射なんかくっそしょぼくなりますね。いやでもね、こうこれで撃てるっていうのを発見しただけ、うん、良かったですね。まあしょぼいんですけど。ということで、こちらざっくりとしたスペック、ツインリボルバー、価格2000円ぐらい、横30センチぐらい、縦18センチぐらい、重さが417グラム、全然ね軽いと思うんですよね、うん、まあでも8歳ぐらいの子供が扱うにはちょっと両手使うかもしれませんね。まあ結局コッキングの時に両手使うんですけども、全然特に重くないと思いますね。装弾数が12発、初速が24メーターパーセコンドで、うん、飛距離27メートルはそんな感じなんですかね。初速は24メーターパーセコンド、メートルパーセコンドか。で飛距離27メートル、2つのリボルバーで撃ちまくれという感じで、はい、 X ショットツインリボルバーかっこいいと思います。倒れろよ。Xショットクールストライカーツインリボルバーでした。いやこう見た目がねめちゃくちゃ好みなんで、これね2000円は買いだと思いますね。はい、まあ何でも買いって言っちゃうんですけど俺。こうね2つシリンダーがついてんのが、うん、やっぱいいわ、デザイン的にね。でちょっと気になるところをですね言い忘れてたんですけれども、こちらねあのなんだろうな、シリンダーの前にこう枠がありますので、もしかしたらナーフの弾使えないんじゃないかっていう声があったんですけれども、こうね純正の弾はこれで、これとでこれはナーフ、社外品ですね。中華弾ですね。でこちらがナーフの純正のエリートダーツで、こちらが、またまた中国製の違うダーツ、うん、まあいろいろごちゃ混ぜでね打てるんかって話なんですけど、これでほら結構ねこの前の枠と遊びが結構あるので、何のね問題もなく、おお、めちゃめちゃ使い勝手がいいですねこれ。いやーとりあえず何でも打てるんじゃないですかね、うん、素晴らしいわ、本当に素晴らしいと思います。はい、こんな感じでねデザインもいいし何の弾も難なく打てるし強い、これはもう買うしかないですねということで X ショット、ツインリボルバーでした。いやーいいわ。ただちょっとねこうレバーを引いた時にシリンダーチェンジのね自動でこう切り替わらないっていうのが、こうなんだろう、ナーフのフリップヒューリーの後発のブラスターとしてはちょっとなんか、うん、大人の事情でそういう風にできなかったのかなって感じですね。まあ、気になるところは
それぐらいですけど、まあでも買いだと思います。かっこいい、うん、はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイナラ。